こんにちは、ダカル TV 原田です。小葉です、本日はエンディングの音源を探しに行ってきました。はい、行ってきました、はい、無事に行ってきましたね。ね、結構大変でしたね。そうだね、いろいろ交渉からね、そう何やら、はい、そのエンディングの音源っていうのは西アフリカの太鼓、はい、太鼓ジャンベ、はい、この音を、はい、今日は、はい、拾いに行ってきました。ありがとうございます。どうだ、いい感じ。いや、多分いい感じだったんじゃない。なったの、うん、演奏もね、プロの方がやってくれて、ね、本日はその、まあ、なんだろう、交渉の様子であったり、はい、実際そのプロのジャンベ演奏者の方を叩いてくれたので、それもこう動画でお伝えできたらなと思っております。はい、はいはい、そうです。なんでこれからは、交渉の様子とか、ちゃんとしっかりした演奏と、うん、で、実際エンディングをね、そう、はい、今回の動画からエンディングつきます。ついに。はい、ついにつきます、ね。ついにできました。はい。はい、見ていただけたらなと思います。あと個人的には一つだけ、なんか小林が交渉とかの時なんかやたら対抗このジェスチャーするんで、皆さんぜひそれも見てください。まあ、これも僕のプロ級プロ級白セリフ、はい、楽しみできたらと思います。はい、ではどうぞどうぞ。今日はエンディング用の音源を取りにジャンベの売り場へやってまいりました。おお、見てください。彼がね、ジャンベ職人なんだよね。ジャンベ職人やだねえ、まだ大体いくらぐらいの大きいのが確か3万セーブ、だから6000円ぐらい。ちっちゃいのは？ちっちゃいのは安い。1000円とか、1000円しないぐらいで。で、これから、まあ、彼ら多分プロだと思うので、彼らに演奏してもらいたいと思います。はい。はい。楽しみです。行ってみましょう。行ってみましょう。いや、今交渉してますね。そう、今場所をちょっと確認してて。僕よりご飯中。お前、一番好きで、お前、おまでプラスでラバー、お前。ジュラ交渉成立しました。しました。お、ぜひ期待してください。はい、そうですね。それではまた今
またじゃあ、はい、皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。